将棋の藤井聡太栄王が5月28日第8期栄王戦五番勝負第4局で菅井達也八段に90手で勝利シリーズ成績3勝1敗でタイトル防衛と3連覇を達成した決着局となった岩手県宮古市での本局は異例の2度の千日手が成立午後19時15分から始まった2度目の差し直しつぼねを藤井聡太栄王が制しタイトル防衛を決め保持する6つのタイトルを犬取した 斜藤の菅井竜也八段を挑戦者に迎えた対抗系シリーズとして注目を集めた今期の栄養戦岩手県宮古市の浄土ヶ浜パークホテルを舞台に行われた決着局はまさに首都となった午前9時から始まった1回目の千日手局は序盤の44手で千日手が成立午前11時30分から松の地を入れ替え藤井聡太栄養の先手で差し直しつぼねが開始された 全局までと同じ三権飛車の戦型となると互いに一歩も譲らぬ大激戦に終盤で勝負に出た菅井達也八段に藤井聡太栄雄が意地を見せ午後6時32分に116手で2度目の千日手が成立したこの地で防衛を決めきりたい藤井聡太栄雄に対し角番の菅井達也八段はフルセットが命題2度目の指し直しぼ根でもこれまでの4局と2回の千日手局と同様に三権飛車から相穴熊戦が繰り広げられた ABEMA の中継に出演した井手駿平五段32も誰が一番タフかを競う戦いにすごい死闘を見ているとコメントしていた飛車交換の激しい打ち合いとなると同じく解説を務めた阿久津ら八段40は2度目の差し直し壺根はもうさっきまでの細かな駆け引きがなく殴り合いの将棋になった藤井聡太栄王が飛車でこじ開けた先手陣にと金を滑り込ませてペースを握りぐいぐいとリードを拡大させていった 吹き手となった菅井達也八段は攻撃の再構築がかなわず力を封じられる苦しい展開に攻めに専念することとなった藤井聡太栄王は持ち前の終盤力を発揮し最後は罪に打ち取って勝利盤石の差し回しで死闘を制しシリーズを3勝1敗で防衛した勝利した藤井聡太栄王は2度目の差し直し坪根は途中から激しい攻め合いになったがこちらの攻め駒が少なくうまくいっていないのかなと思っていた 橋を攻めていく展開になって非常に際どかったと思うが最後抜け出せたのかなと思う2局目1度目の差し直し曲の将棋も途中苦しい局面があったかなと思いますし全体を通して大変な戦いだったと思っていますと都合3局に及ぶ大激闘を振り返ったさらに3連覇を飾った今シリーズについてはアやナグマになった将棋が多かったが中盤から終盤にかけてうまく距離感をつかめなかったところがあったと思うのでそのあたりに課題を感じた 全体を通しても苦しいシリーズだったので、その中で結果を出せて嬉しく思っていますと総括して喜びを語った。一方、敗れた菅井竜也八段は、今日の将棋は千日手局で勝負しに行かないといけない局面があったが、結果的に千日手にしてしまったのが良くなかった。数年ぶりのタイトル戦ということもあり、気合いが入っていたが、結果は1勝3敗。力不足だったと思っていますと、疲労をにじませていた。 防衛3連覇を果たした藤井聡太英王だが今後も一息つく間もないほどの対局ラッシュが待ち構える中2日の5月31日には初挑戦で最年少名人と7冠獲得に王手をかけている名人戦7番勝負第5局が2日制で行われ6月5日には防衛戦の棋聖戦5番勝負が開幕。 1> 第1局は藤井聡太栄王にとって初めての海外対局としてベトナム・ダナン市での開催が予定されていることもありタイトル戦の重要対局だけでなく移動も含めた超ハードスケジュールを過ごすことになるファンにとっても目の離せない対局の目白押しとあり嬉しくも緊張感あふれる初夏を送ることになりそうだ A 王戦藤井聡太栄王2度千日手の激闘制止防衛菅井達也八段振り切り3連覇六冠を堅持藤井聡太栄王が3連覇を達成した 28日、岩手県宮古市で行われた、将棋の第8期、栄養戦五番勝負第4局で、挑戦者の菅井達也八段を下した。同日、午前9時からの対局は、同10時51分に千日手が成立。11時30分から、先手後手を入れ替えての差し直しつぼねも、午後6時32分に116手で千日手となった。午後7時15分からの再差し直しつぼねで後手となった藤井聡太が、菅井達也を振り切った。 これで対戦成績を3勝1敗として防衛し、6冠を堅持した。意地の張り合いを藤井聡太が制した。再差し直し壺根まで、シリーズ6局連続で三権飛車を採用してきた菅井達也に対し、相アアグ熊の対抗系に持ち込んだ。菅井達也との千日手は3局目。2019年、モ元5月の竜王戦4組決勝、20年3月の棋成戦決勝トーナメントと成立した千日手の差し直し壺はいずれも勝っている。三度下した。 また、21世紀以降のタイトル戦で、2回の千日手差し直しは、2002年、平良14の竜王戦、第1局、羽生善治竜王対安倍隆七段、当時、日を改めて差し直しと、昨年6月の、第93期、ヒューリック杯棋聖戦、五番勝負第1局の、藤井聡太対長瀬拓也王座、30戦がある。長瀬戦で、藤井聡太は敗れているが、今回は白星を挙げた。 20年7月18日その2日前に初タイトルとなる規制を獲得した藤井聡太はタイトルホルダーとして初の公式戦となる JT 将棋日本シリーズで菅井達也と当たり白星を挙げた18歳の誕生日を翌日に控えた会見で強くなりたいと力強く言い切っていたその菅井達也とのタイトル戦初のフリー飛車党とのシリーズで実力を見せつけた 31日には3勝1敗として史上最年少名人まであと1勝としている名人戦第5局長野県高山村があるタフな条件になるが三陸から雄約信州へと向かう叡王戦菅井竜也八段先手で再差し直し壺根始まる持ち時間は藤井聡太叡王1時間菅井竜也八段1時間6分 藤井太栄王に菅井達也八段が挑戦している将棋の第8期栄王戦五番勝負第4局が28日岩手県宮古市の浄土家浜パークホテルで行われた午前9時から菅井達也の先手で始まった対局は午前10時51分に44手で千日手が成立した午前11時30分から先手後手を入れ替えた差し直し壺根も終盤に差し掛かった午後6時32分に116手で再度千日手となった 関係者で協議の結果、午後7時15分から、再度、先手後手を入れ替え、再差し直しつぼねは始まった。先手の菅井達也は、やはり角度を開け、後手藤井聡太は、飛車先をついた。菅井達也は、今回6回連続で、三件飛車を採用し、命運を託した。藤井聡太が、タイトル戦で二度千日、出資し直しを行うのは、昨年6月の、第93期、ヒューリック杯棋聖戦、五番勝負第一局の、長瀬拓也王座、30戦以来、二回目。 この時は敗れた。栄王戦では昨年5月の第7期栄王戦五番勝負第2局、出口若部六段28戦で差し直しの末、勝っている。再差し直しの持ち時間は藤井聡太が1時間、菅井達也は1時間6分。千日手とは同じ局面が4回出現すること。その勝負はなかったこととなり、先手後手を入れ替えて初手から再度差し、決着をつける。